こんちゃれです、本日は恐怖の中で巻きタバコ。はい、皆さんいつ何時でもタバコって吸いたいですよね。たとえそれが雨が降っていても、こんな強風の中でも吸いたい時は吸いたいんです。だけどね、皆さんが吸ってる、普段吸ってる紙巻きタバコみたいなものだと、こう箱から取り出して、で口に加えて火つけて吸えるっていう状態なんですけど、あのね、手巻きタバコ勢たちはね、まず巻くっていう作業から入らなきゃいけないんで、意外とできる場所が限られてくるんですよね。それもあるんで、今日はね、オーストラリアで僕が、農場で働いていた時に身につけた風の中で手巻きタバコを巻く方法をちょっとお教えしようというか見せます。それで、まあ、本当に吸いたくなったら真似してみてください。こんな感じ。ちょっとこれはノーカットでお送りするんで、あ、やば、巻きタバコ飛んでっちゃった。ちょっと待って、危なあ、よかった、あった。漁港の中で撮影してるんで、風でね、全部飛んでっちゃうんですよね。危ねえ。よかったよ、この下が即海じゃなくて。危ねえ、海も結構荒れてますからね。よいしょ、あー危ねえ。ちょっともうダメだな、帽子は取ろう、帽子は取ります、ごめんなさいね。じゃ早速巻き方を教えてきます。今風がこっちから吹いてるんで、まずは風に向かって正面を向きます。まあ、本来は後ろ向くんですよ。本来は後ろ向いて風から隠れて自分の体で壁を作る。そう、壁を作るなんですよ。壁を作るということは、体じゃなくたって壁作れるんですよ。まずね、これ僕が大好きなゴールデンバージニアっていうタバコなんですけど、この手巻きタバコをまず開きますよね。これジップついてるんで結構おすすめのやつです。開きます。ほら、風に向かって真正面で開くと、わかりますかね、見えるかな、なんかほら、あ、もうめっちゃ中少ないんだけど、今風結構吹いてきてるのに中のタバコ全く動いてないじゃないですか。ということは、この中で巻いちゃえばいいんですよ。それがもう結論であり全て。例えばね、普通に巻こうとしてみますよ、外でね。普通に巻こうとしてみますと、これもう髪がこうなっちゃうんですよ。髪がこうなっちゃって、例えばね、出しますと、僕は巻きやすいようにフィルターはこの長いやつを使っている状態なんですよね。この長いやつを使ってるんで、よかったらこれ使ったら、まあ、もうちょっと巻きやすいかもしれないです。普通に巻こうとしてみると、もうね、まあ、多分最初から無理よ、飛んでくからね。ほらほらほら、もう無理だね。あ、結構絶望的な、まあ、いけなくもないか。そうね、はいちょっと強引だね。はいしょ、まあちょっと強引だけど、これでもまあ負けるっちゃ負けるか。あ、なんか負けちゃったや、やべ、いろいろ大粉砕してる、やばい。あ、なんかまあ負けちゃったけど、ぐにゃぐにゃでもね、形がぐにゃぐにゃでもね、なんかノリがついてれば吸えるんですよ。でこれはまあまあまああれとして、今僕が教えたいのは、この中で巻くという方法ですね。この中で巻くという方法なんで、僕はね、よいしょ、もう中に紙もフィルターも全部入ってる状態で巻きます。声聞こえてるかな、うるさいよね、風、ごめんなさいね。これもなかなかむずいし、いきますね。この中で紙を取り出しますね。で、紙は邪魔だから出しちゃいましょう。紙のこれ自体は邪魔なんで外に置いておきますね。そしたら、この中でなんかね、押さえる、よいしょっと、
そうしましたら、ちょっとね、今はね、タバコの一番後半になるんで、巻きにくさはマックスですね。細かいんで非常にやりにくいですね。そう、紙をセットで、この段階でここにも乗せちゃうんです。非常に見えないでしょ、これ。全然見えないでしょ。でちょっと待ってね、バラバラすぎて捨てらんねえな。カメラに映るかななんて気にしてたらちょっとむずいよね。で、あのね、コツは多少の葉っぱがなくなることは覚悟でやります。そう、もうここ、はい、もうごめんね、なんかもうこの状態からいきますわ。もうね、中で葉っぱさえ入れちゃったら、外に出したらもう勝ちなんですよ。これだけ、ほらね、ここの中で蓋をパチってするとこまで行っちゃったら、ここまで行っちゃったら、もう外行ったらどんだけ風吹いてても大丈夫なんで、そのまんま巻いちゃう。てかめっちゃ水が、あんま水がすごい。それでも巻いちゃえば、ほら、強風の中でも行けたっしょ。ちょっとふにゃふにゃのへんてこりんだけど、まあ負けるということなんです。わかります？まあね、今回は風の中でしたけど、ね、次はね、雨の中でも負けるし、歩きながらでも負けます。なので、まあそれがよかっ、それがまあ見たいななんて思ったら、よかったらリクエストもください。風強え。最後までご視聴ありがとうございました。いいなって思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあまた。